こんにちは、鎌倉日和のタラです。今回は、庭でバーベキューをやっていこうと思います。完全にちょっとオフなので、こんな格好で、ヒゲも生やしてやってます。で、あそこにいる父親とやっていきます。喋っていいの？うん、いいよ。前に、天ぷらあげたでしょ。天ぷら？うん、天ぷらをあげた油を新聞紙に染み込まして、うん、でそれをもう油じゃない、だからすぐ火がつく、でこれを使う分だけ、あ、折れちゃった折れちゃった。もう手でやるか。すごい。拾ってきた。どこで拾ってきたの？山の北鎌倉行くとさ、そこも写真撮りたかったんだけど、撮影したかったんだ。あと、これの木も拾ってきた。庭の木を。まあ、でも、あれについてはもうすぐ作ろうか。そう。着きましたね。結構でしょ？うん。廃油を使って、うん、廃油をだって、下水道に流さないで、これで、新聞紙に、うん。染み込ませる。エコね。そう。廃油に下水に流しちゃったら詰まったりとか環境の汚染になる、つながるでしょ。うん、で火がだんだん燃え始めたらいよいよ あったかいね。あったかいでしょ。あったかいんだよ。ケトル1ミリ持ってた。これが火が今回待ってるんですけど、なるほど。火がついてるから、これあれじゃない、彫刻刀が入ってる。自分の中学生の時に使ってたんですよ。そう、それを、それちょうどよかったの、大きさが。お湯を沸かしたら何を作るんだっけ？お湯はね、お湯でまたちょっと別に後で作るんで、なんていうの、途中コーヒー飲んだり、お茶飲んだりしてもいいし、後でまた、あとしばらくこれ使ってないから、一回お湯沸かして、それで消毒みたいな感じ。最初は何作るの？焼き鳥にする？焼き鳥で、はい。いつも遊びに来るんだよ、奈々ちゃん。お隣さんの家、犬が。なぜしないと泣き止まないんだ。焼き鳥。お酒ここに置いてある。そうですね。こっちの方が火力強そうだ。
塩コショウ、これがうまいんだよ、これは何、これそれね、火をつけるときに燃えやすいですよね。ああ、だからそれ使おうと思ったんだけど、さっきみたいにほら油のあれがあるからさ、うん、まあ、まあ、使わなくてもいい、使わなくてもいい、うん、はい、それ、うん、これがそこの庭で採れた、はい、アンノイモ、芽が出てきた、アンノイモ、うん、アンノイモ、サツマイモの一種、これを焼き芋にする、はい、何十分か置いとくと焼き芋ができる。え、お酒何あるの？ビールはそこの。もういい感じ。いいよ、これいいよ。うん、じゃあこれいただこうかな。あ、甘いわ。うまいよね。今度これ作ろうか、これ。はい。厚揚げ豆腐。うん。薄いよ。焼き鳥もいただきます。まあ、うめえ。厚揚げも美味しそうだね。美味しそう。あれなんかかじ、いやこれね、今これでかじっちゃった。ああ、そういうこと。誰かがかじった。醤油でいただくと、うまっ、うん、蜜がすごいでしょ。さつま芋っていうか、あんの芋って言って蜜がすごい。あ、美味しそう。すごい。すごいでしょ。すごいね、蜜が。うん。蜂蜜みたいな。うん。
ニアカーダン。これが鎌倉野菜。ブロッコリー。ブロッコリー。はい。アンチョビ。はい。アンチョビって何だ？魚の。魚？うん。よいしょ。本当は茹でるんだけど。芯。うん。芯。ニンニクさ、でも手が臭くなるんだよな。まあね。オリーブオイル。これをまず切らなくちゃいけないよ。ああ。うん。だから一回ちょっと切る。美味しい。美味しい。じゃあ終わりで。うん、終わり。うん、お疲れ様でした。はい。練習できそう。うん。